はい、それでは、二三歳的基礎論の授業を始めていきます。第6回ということなんですけども、またちょっとですね、毎度おなじみの通り、前回残っているところから始めていくということになります。で、この第6回の内容をちょっと今日終わんないような気はするんですけども、おそらく次回、第7回の時には、追いつくというか、ちゃんと、第7回の終わりでは、うまく追いつくのではないかなと思ってます。はい。それではですね、その定数計画モデリングって話を前回からしていて、前回何をやっていたかというと、ナップサック問題という問題と、最大独立集合問題という問題に対して、この定数計画モデリングを与えたということをして、でですね、その最大独立集合問題に対しては、別の、二つ目の定数計画モデルっていうのを、ご紹介したということになってます。で、ちょっと復習していくんですけども、こんな感じです。最大の独立集合問題っていうのは、グラフがありまして、グラフ。向こうグラフですね。向こうグラフありまして、で、その隣接しない頂点をできるだけたくさん選ぶというような問題でした。で、隣接しない頂点の集合のことを独立集合というんですけども、それはちょっと前回ちゃんと言っていなかったかもしれません。それを独立集合と言います。で、ここに書いてあるのは、前回初めにやった第1の定数計画モデルで、それは何だったかというと、各辺ですね。UV と言ったら、これは辺です。例えば24とかですね。そういうものがこれ辺です。で、それに対して、その、両端点ですね。この場合は2と4に対して、その XU と XV を足したら1以下ですよ、というような制約があると。で、各変数が0か1と。で、この0か1を割り当てることによって、その V、XV が0か1なんですけども、その XV が1の時には、この V という頂点を選ぶ。で、0の時には選ばないということを、その選択を表すために、この0、1という値を持つ変数を使うんだということを、前回やったということです。で、下に書いてあるのは、この左に書いてあるグラフに対する、この上の、モデルを、具体的に書いたものですね。で、これ5がありますけど、これ5いらないですね。今気づきましたね。これ5はいらないですね。すいません。5はいらないですね。すいません。いらないと、不要というか、あってはならないですね。すいません。はい。で、前回ですね。これは合ってますね。もう一つ定式が、モデル化っていうのをやって、それは何だったかというと、この、クリークというのを考えるって言いました。で、クリークって何かっていうと、これ頂点部分集合で、頂点部分集合で、S で、その S の2の2頂点が、これは互いに辺で結ばれている、隣接しているので、それはクリークですと。この5頂点、これもクリークですと。これ、この5頂点が互いに隣接していると。点で結ばれているということです。で、この定義から、こういうその2頂点からなるクリークっていうのもあり得ます。で、その2頂点がクリークになっているときは、それがその辺で結ばれている、辺を構成しているとき、そのときに限ります。ですね。だから G の辺も G のクリークです。ということになってます。で、重要なのは何かっていうと、こういうそのクリークを見たら、今この独立集合を作ろうと思ったらですね、このクリークという頂点集合があったら、その中からですね、多くても一つしか頂点を選べないということになります。今この5頂点のクリークがあるんですけども、そこからこう2つ、どんな2つ取ってきてもですね、それは必ず辺で結ばれてしまいますから、クリークがあったらその中からですね、頂点は1つしか選べないというのが、この最大独立集合問題においては制約として書けることになります。つまりですね、この辺だけではなくって、このクリークに対する制約というのを考えても良いでしょうということになります。で、実際はですね、そのクリークとして、一番大きな、今大きなっていうのはちゃんと定義しますけども、ものだけを考えれば十分ですということになります。で、その大きいってのはどういうことかっていうと、ここではその特大クリークという言葉で、表されるものになります。何かというと、クリークなんですが、他のクリークに含まれないようなクリークのことを特大クリークと言います。例えばですね、今、例えば、ここに、2頂点からなるクリークっていうのがあるんですけども、今、赤で書いたものですね。で、これはですね、特大クリークではありません。クリークだけど、特大クリークではない。で、なんでかっていうと、例えば、この右側にあるこの3頂点のクリークという他のクリークに含まれているからです。で、そういうふうに、その他のクリークに含まれないものを特大クリークということになります。で、ここではですね、この左側の図、これはある向こうグラフですけども、その特大クリークに一つ一つに対してこの色をつけて、丸で囲んで色をつけてるという気分なんですけども、ちょっと色ちゃんと見えないかもしれません。すいません。でもこれ一つ一つが特大クリークになっているということになります。で、先ほど言った通り、クリークを考えると、最大独立集合問題においては、各クリークから一つしか頂点を選べないので、極大クリークにおいても、どの極大クリークを見ても、その中から一つしか頂点を選べない。たかだか一つしか選べないということになるわけです。というものを、
考えて、こういうその別のモデル、最大独自集合問題の別のモデルを考えましょうって言ったのが、前回の最後でした。で、何だったかというと、この、目的関数と、この XV が0と1という値を取って、その解釈は変わらないんですが、この、制約、この不等式が変わっていたら何かというと、まずですね、このラージ C、花文字 C、カリグラフィーの C というのを、G の極大クリーク全体からなる集合だとします。例えばですね、この左下のグラフにおいては、この124っていうのが一つ極大クリークで、234っていうのも一つ極大クリークなので、この二つの極大クリークを持ってきて作った集合がこの C になります。はい。でですね、その C の要素、任意の要素 S、だからこの場合は124と234です、思ってください。に対して、これを考えましょう。これ何かというと、左辺は、XV のはなんですけども、この V という頂点が S の要素ですよ。S の要素であるような頂点 V 全体に対してこの XV の和を取ります。で、それが1以下ですよというのがこの制約になっています。まあ、下の例で言うと、例えばこの124に対してはこの X1 プラス X2 プラス X4 が1以下ですよと。ね、だからこの X1 プラス X2 プラス X4 が1以下っていうのはこの124という特大クリークに対応する、そこから出てくる制約です。で、右側の X2 プラス X3 プラス X4 が1以下という制約は、234という特大クリークから出てくる制約です。という形になります。で、これらの制約は、この124というクリークがあったら、その124の中から選べる頂点の数が1以下ですよ。高々1ですよ。ということを表しているような式になるわけです。で、右側の方は234という特大クリークがあったら、そこから選べる頂点の数は多くても1ですよ。ということを表している。ということになる。よろしいでしょうか。で、実はですね、まあ、ここの、モデル、ちゃんと最大独立集合問題を表すようなモデルになっているということは、後から見ます。見るかな？見ないかもしれない。見ないかもしれない。正しいモデルになっています。なっています。はい。で、それでですね、この二つ今、モデルを、整数計画モデルっていうのをご紹介したんですけども、この二つは、まずその許容領域と一致します。これはですね、あと言わないですね。これはですね、まあ、簡単にわかるっていうと怒られるかもしれませんけども、まあ、証明できます。あ、つまり、左の、許容解を持ってくる。つまり、X として、この二つの、制約を満たすものを持ってくると、それは右側の制約を満たす。で、右側の制約を満たすものの、X を持ってくると、それはまた左側の制約を満たすということが言えます。言えますので、許容領域が一致するということが言えます。でですね、モデルの比較として、前回かな、そのモデルの良さを、言うときに、どういう視点がありますかっていうときの、まあ、一つ目の視点としては、その変数の数や制約の数っていうのを比べましょうということを言いました。で、変数の数はですね、比べると、これどちらも同じです。同じ X っていう変数を使っているということになっていて、で、その、数っていうのは、この頂点の数、ラージ V の要素数ですね。この縦棒はですね、これが絶対値じゃなくて、有限集合の要素数を表す。ので、これ V の要素数です。要素数を表す記号ですので、だから、まずですね、そもそもこれをまず絶対値と呼ばない、絶対値じゃないから、絶対値と呼びませんし、まあ、あえてなんか読むとするんだったら V の要素数と読むということになります。で、それは同じと。変数の総数はどちらも同じと。で、一方でですね、この不等式制約ですね、があるんですけど、これの数が違います。左側は、この辺、各辺に対して一つ不等式があるので、不等式制約の総数っていうのは、この辺の数、辺の総数になります。で、一方で右側は、この C ですね、極大クリーク、出なくなっちゃった。たまに出なくなって、どうすれば、復活できるのかが未だに分かってないんですけども、出なくなっちゃった。すいません。ちょっとじゃあ、マウスポインターやりますけども。この、ですね、C の要素の分だけ、なんかやり方があった気がするんですけど、こうか。感じましたね。C の要素の分だけ、だから極大クリークの数だけ制約があるので、その極大クリークの数、つまりこの、花文字 C の、要素数だけ制約があるということになります。で、問題はですね、まあ、この花文字 C の要素数どれぐらいあるかよくわかんない。ということになります。でですね、実際、これ、どんなものになるかってことは、一つ一つそのグラフを与えれば、まあ、計算ができるわけですけども、一般的にですね、そのどんなグラフに対しても成り立つような、
その数に対す、数に関する公式とかってあるのかと言われると、まあ、それはちょっと難しくてですね、難しいんですが、一般的にですね、その状態は分かってます。状態が知られてます。で、何かというと、あ、まずですね、その辺の数っていうのはどれぐらい大きくなり得るかっていうと、こっちですね、辺の数。どれぐらい大きくなり得るかっていうと、これは、頂点の数、中図にですね、これはちゃんと書こうとすると、これはだから、2分の1かける頂点数かける頂点数マイナス1ですね。だけは、までしか大きくなり得ません。で、なり得ませんし、これ今、不等式なんですけども、この統合を乱すようなグラフは存在します。それは、いわゆるその完全グラフと呼ばれているもので、任意の2頂点下に辺があるようなグラフ。これ完全グラフと言ったりしますけども、書こうかな。そういうものにおいては、この不等式。この不等式、これ統合で成り立ちます。統合で成り立ちます。で、一方ですね、この右の方ですね、特大クリークの数は、実はですね、この、3の、3分の V 乗、3分の頂点数乗以下であるってことが知られてます。で、これはですね、まあ、証明はしないんですけども、まあ、グラフ理論においては古くから知られてる。まあ、1960年代を古くと言っていいかどうかっていうのは、まあ、数学の歴史から言えばですね、新しいのかもしれませんけども、まあ、グラフ理論の歴史から言うと、まあ、古いって感じですね。あ、皆さんもちろん生まれてない。私も生まれてない。まあ、どうでもいいかもしれませんけども、それぐらいの古さの時代から知られている。で、ですね、ポイントはですね、これもですね、この統合は成り立つ場合があります。あ、だからまず重要なこと。どんなに、この、特大クリークの数を大きくしようと思っても、それが、3の3分の頂点数乗を超えられません。で、これよくわかんないかもしれませんけども、これはですね、別の書き方をすると、これはですね、なんだ、これは3の3乗根の、頂点数乗ですね。で、3の3乗根っていうのは、まあ、計算すると、これですね、まあ、1.443 ぐらい。で、だからまあ、1.443 の頂点数乗よりも大きくはなりません。ってことが、まあ、わかってる。ってことですね。で、実際これ統合を満たすグラフも存在します。こんな感じです。だからこれ今、頂点数が、これは、9であるような例を書いてるんですけども、ちょっと例としてあんまり良くなかったんですけども、気分としては何かっていうと、頂点集合を3つのほぼ同じ、要素数の部分集合に分けます。だからこの場合は、3つに分けるんだけども、それぞれが3つの頂点を含んでいって、このなんか3という数値がですね、2つの意味を持ってしまったので、よくなかったんですけども、だから例えばこれ、頂点数が12だったら、4頂点ずつに分けます。4頂点ずつ3つの集合に分けます。で、それでですね、辺はどこについたっていうと、この分かれた部分、その中には辺は作りません。けども、その別々の部分に属する頂点ルートのところは必ず辺をつける。こういう形にしています。でそうするとですね、このグラフの特大クリークっていうのは、この異なるところですね。異なるところの頂点3つ持ってきたら、それは必ずですね、特大クリークを作るって形に。すると、今ですね、この各部分に含まれている頂点数が大体この3分の V です。大体3分の V です。で、そうですね。そうですね。で、待ってくださいね。3分の V です。3分の V です。今、言ってることが、あってか、言ってることがあってかどうかがだんだん不安になってきてしまった。言ってることがあってかどうかがだんだん不安になってきてしまった。ちょっと待ってくださいね。なんか今、間違ったことを言った気がしたので、ちょっと待ってくださいね。ここで詰まっていると時間がなくなっていくんですけども。だから今はだから、なんだっけ。さっき言ったのは、頂点数が12だったら4つずつ3つに分けるって言ったんですけども。これ違いますね。すいません。だから4つずつ3つに分けるって言ったのは間違いで、すいません。3つずつ4つに分けます。だから、ごめんなさい。頂点数が12だったら、この分け方が 4つになります。こんな感じになります。で、各部分には3つずつあると。あ、こんな感じになる。すいません。だから、極大クリークは、ここから1頂点ずつに取ってきて、それなんか4頂点からなる、こういうなんか極大クリークっていうのがたくさんあるって、こういう形になります。ちょっとすいません。
表紙見る人にはちょっと字が小さすぎるんですけども、すいません。ちょっと見にくいかもしれませんけども、まあ、口でもう一回言うと、頂点数、たくさんあるんですけども、それを3つずついくつかのパーツに分けます。で、その各パーツを見て、異なるパーツに含まれている頂点同士を兼具結ぶということをします。で、そうすると、パーツの数が、3分の頂点数ですよね。この場合だから3分の頂点数4ですから、そうですよね。なって、で、各パーツに3つずつ頂点が含まれているので、その3つの頂点のどれを選ぶかっていうのが、この3に効いてくるということになります。だから3個のうち1個選ぶっていうのを3分の V 回繰り返すと、3の3分の V 乗点が出てくるという形になります。すいません。あんまり説明がうまくないので、何が伝わっているか何が伝わっていないかすごくわかんないけども、いずれにせよ、不等式が成り立って統合が成立する場合が、わかってます。わかってます。はい。でですね、つまり、何が言いたいかっていうと、結論としては、この極大クリープの総数っていうのは非常に大きくなり得るってことです。もともとこちらの、そうです。左側の、モデルでは、不等式政略の数は、辺の数に等しくって、それは、まあ、頂点数になり得なかったわけです。一方で、右側の方、極大クリープ考えると、その政略の数っていうのは、頂点数に関して指数関数的に大きくなり得る。ってことが、重要です。だから、そういう意味では、この右側の、モデルですね。前戻ると、こっち側ですね。こっち側は、この不等式政略の数っていうのが、異常に大きくなる可能性がある。ってことを言っています。だからそういう意味では、こちら、この不等式の総数っていうのは、あんまり良くないってことになります。つまりですね、今こう書いてみると、左側の、モデルでは、不等式の総数は、まあ、V の2乗ぐらいの大きさなので、まあ、少ないと思っていいですし、こっち少ない、小さいと思っていいですけども、右側はその指数関数的に大きいので、大きいと思ってもらってよいということになります。まあ、そういう意味で、この、不等式制約の総数を見たという観点では、左側の方が良いでしょうと、いいモデルでしょうっていうふうな、まあ、結論が言えるということになります。まあ、ただですね、その個々のグラフに対して、この、辺の数とですね、極大クリークの数っていうのを比べると、個々のグラフに対しては極大クリークの数の方が小さい場合っていうのはあり得ます。あり得ます。が、だからここで言ってるのは、この理論的な状態を比べているということになるので、それはちょっとご注意ください。はい。で、今ですね、この変数の総数や、制約の総数っていう観点から、この二つのモデルを、比較したんですけども、前回言ったもう一つの観点っていうのは、線形計画緩和を考えるっていう話でした。で、線形計画緩和を考えましょう。で、それはですね、どういう形だったかっていうと、先ほどあったこの0か1しか取らないという値に関する制約が0以上1以下でいいですよっていうふうに変えると。で、そうするとですね、この考えている問題っていうのは線形計画問題になりますという話でした。で、こういうものを考えていきましょうっていうことを前回言いましたけども、特に、最後の方ですね、前回ですね、整数計画問題が同じ許容領域を持つんだったら、その線形計画緩和の許容領域は小さい方がいいっていうことを言いました。で、実際ですね、先ほどこの線形計画緩和をこれ作る前のページですね。この、整数計画問題においては、この二つ共有領域が同じであるっていうふうに言いましたから、先ほどのその判断材料における、まあ、仮定は乱すわけです。この二つの、モデルにおいては。ということなので、じゃあ、この線形計画緩和の共有領域を比較しましょうと。で、それが小さい方がいいというふうに言ってます。で、実際ですね、この場合は、右側の線形計画緩和の共有領域が左側に含まれる。左側の線形計画緩和、の共有領域に含まれるってことが言えます。ので、そういう意味で言うと、右側の方が良い。まあ、左側がまあ悪いと言っていたのかわかんないけども、右側よりは良くないと。ということが言えるということになります。だからそれが一応その線形計画緩和の視点から見た、この二つのモデルの比較になります。で、今からじゃこの共有領域の間にこういう方眼関係があるんだってことを、証明していきたいと思います。証明していきます。だから、右側の許容解、このですね、二つの不等式を満たすような X を持ってきたら、それは左側の制約を満たしますよということを言います。はい。じゃあですね、ちょっと証明しますけども、じゃあ右側の許容解何でもいいからこれ考えましょうと。X 考えます。だからこの X というのはここに書いたら二つの制約を満たします。満たします。で、その時に、この X が、左側の制約を満たすんだってことを言いたいということになります。でそうすると、この下に書いてある0以上1以下であるという制約は同じなので、
右側のですね、許容解を持ってきたら、この左側の制約の下の部分、0以上1以下ですよという制約はこれ自動的に出します。だから考えなくちゃいけないのは上の方の制約で、この各辺 UV に対して XU プラス XV が本当に1以下になるかどうかってことを確認します。だからその右の辺 UV を考えます。で、その UV に対して XU プラス XV が本当に1以下なのかってことを考えます。で、そうすると、先ほど言った通り、辺というのは必ずクリープです。グラフの。で、グラフのクリープなので、その辺を見ると、その辺を含むような極大クリックというのは必ず存在します。その辺自身が極大クリックであるかもしれませんし、そうじゃなかったらそれを真に含むような極大クリックが存在するわけです。で、それをラージ S としましょう。あ、つまり、ラージ S というある極大クリックが存在して、それが UV を含むという形になるわけです。じゃあ、この、S を使って議論をしていきましょうと。で、そうするとですね、今ここに書いてある不等式 XU プラス XV が1以下であるということを証明したいんですけども、その左辺である XU プラス XV というのは、UV が S に含まれていて、なおかつ、この現れている変数がどれも必ず0以上であるということから、この S に入っている頂点、すべての頂点 W について XW を取って和を取ると、ここに書いてある不等号が得られます。いいですか？なんでかっていうと、もう一度言うと、この S に U と V 含まれているからです。ですか。で、正だから。あ、0以上だから。ですね。で、じゃあ、ここに書いてあるのは何かっていう、これは、S という極大クリークに対して、その極大クリークに入っている頂点 W に対して、XW を全部足したもの、っていうふうに言ってるわけです。だから、これはですね、ここに書いてある、この、シグマっていうのは、この右側の、許容領域を定義するところの、この、制約の中に出てきてるわけです。出てきているので、この X というのは、ここの、制約に満たしますから、この XW の和というのが1以下であるということが言えるということになります。いいですか？で、結論としては、XU プラス XV が1以下であるということが分かったということになります。つまり、任意の辺 UV に対して、この XU プラス XV が1以下ということが分かったということになるので、今考えていた右の問題の許容解というのは、左の問題の許容解でもあるということが分かったということになります。つまり、右側の問題の許容領域は、左側の問題の許容領域に含まれるということが分かったということになります。よろしいですか？まだいつもながら早いなと思うんですけど。いいでしょうか？それで、ですね、それで、だから、許容領域の間で法案関係があるということになります。でそれでですね、もう一度じゃあまとめをすると、不等式制約の総数という観点で見ると、まあ、左の方が少ないからこっちの方がいいでしょうと。今この赤いピンク色がこのいい方をちょっと色付けしてると思ってください。で、線形計画緩和の許容領域という観点から見ると、右側の方がいいでしょうという感じになっていて、だからまあそういう意味では一長一短であるという感じになったりします。でですね、まあ、次回以降の話になる、あるいはアルゴリズムの話になるかもしれませんけども、どちらかというと、まあいいや、まあ、ですね。まあ、ここではあんまり言わないとして、まあ、こんな形で、一長一短であるというのが、この二つの、モデルの、特徴であって、まあ、そういうことを考えるとですね、いろいろな場合で、まあ、使い分けるってことがいいことになるかもしれないということになります。よろしいでしょうか。まあ、そんな感じで、まず一つ重要なのは、この最大独立集合問題という一つの最適化問題をとっても、それを整数計画問題として表す方法っていうのは、まあ、複数ありますよと。まあ、ここでは二つ挙げてるんですけども、もしかしたらもっと他の方法があるかもしれない。ということです。で、その、書き表し方は、モデル化の方法によって、いろんな諸性質が変わってくるんだということがあるということになります。よろしいでしょうか。はい。で、これはですね、今、この最大独立集合問題に対して2つのモデルを、まあ、作って比較したという形なんですけども、同じようなことをですね、ナプサック問題についてもやりたいと思います。はい。で、それが、前回の残りの最後の部分で、ナプサック問題に対する別の整数計画モデルです。ナプサック問題、前回どういう整数計画モデルを作ったかというと、まあ、こんな感じでした。何だったかというと、アイテムの集合がラージ N であるとして、その中に、スモール N 個の商品があるとします。で、各種商品については、収入と重さが決まっていると。で、できるだけ収入の和を大きくするように、まあ、アイテム、商品を持って帰りたいと思っているんだけども、各商品、アイテムには重さがついてまして、その重さの合計が、このナプサックの重量制限、ラージ B を超えてはいけない。というのが、ナプサック問題でした。で、それはですね、前回やった通り、ここに書いてあるような01整数計画問題としてモデル化できる、ということになります。ということになります。
で、何だったかというと、XI という変数で、その I 番目のアイテム、まあ、I というアイテムを、選ぶか選ばないかってことを表す。で、その時に、ここに書いてある目的関数は、選んだ商品の収入の和を表していると。で、制約のところ、これは何かっていうと、この左辺が選んだ商品の重さの和を表している。で、それが、B を超えてはいけません。B 以下でなくてはいけませんっていうのが、ここに書いてある制約でした。よろしいですか。で、これで、まあ、ナプサック問題が、まあ、表せているということを前回言いました。で、別のモデルをですね、から、考えます。はい。で、それはですね、ちょっと、入り組んだことをするんですけども、まずですね、そもそも、じゃこの問題、まあ、まず例でやるかな。例でやるんですけども、これで今、4つの商品があるような例を考えてますけども、じゃあ、許容解をまず全部上げてみましょう。許容解とはつまり、ナップサックに詰め込める組み合わせを全部書いてみます。それ書いてたらこれです。例えば、23っていう商品だけを詰め込む。23。そうすると、それは重さの和が3たす1で4だから、このナップサックの重量制限を守ってます。だから23っていうのは、詰めて持って帰られるものになってます。で、同じように、ただ13とか34っていうのもそうですよっていうことになります。でそうするとですね、それらの部分集合も一応それ持って帰ることができることになります。だから4とか3とかですね、1とか。あるいはその空集合っていうのも、まあ意味ないかもしれませんけども、一応、その、許容解として見なすことができるものになるわけです。で、ここにはその許容解を全部、並べて、それを集合の集合として書いてます。いいです。いいですか？いいでしょうか？で、下の図は何かっていうと、今ですね、例えば、まずちょっと、これは見方なの。まず、何かというと、これは、アイテムの集合の部分集合を全部書いたものです。と思ってください。で、一つ注意が、まず、この234とか書いてあったら、これは、2と3と4からなる集合であると思ってください。で、それをちょっとですね、ここでは省略して、横着して、234と書いてしまってる。だから、これは234ではなくて、234っていう3つの、アイテムが並んでると思ってください。まあ、同じように、これ1、2と書いたら、これは、1と2っていう集合だと。はい。で、これはですね、で、そうすると、これ今、4つ商品があるので、ここにはですね、16個。その4つの商品の集合の部分集合が書かれているという形になります。で、これはなんかその、なんか上から、下から上になんか並んでるような感じで書いている。これはいわゆる発生図というやつで、集合の方眼関係に関して、これは発生図を書いています。まあ実はこれ発生図で書く必要はあんまりないんだけども、まあ、書いています。はい。つまり何かっていうと、上にある、集合は下にある集合を含んでいるっていうような形の、まずであるというふうに思ってください。はい。新しい方眼関係がないところには、この線を辿っていけないという形になっています。それで、間違ってますね。ここら辺間違ってます。これ図が間違ってるので、後で修正しますね。すいません。これどう図が間違ってるのかわかんない。これがいらないだけかな。これがいらないだけかな。でもここもおかしいかな。線が上に3本あってはいけないから、ただここだけですね。これだけ間違ってます。すいません。ここだけ間違ってますけども、だからこの線はいらないんですが、他のところは多分合ってると思います。で、今この上に書いてある、その許容解のところに同じ色をつけてます。同じ色をつけてます。で、そうすると、この色がついてないところってのは何かというと、例えばこれ24っていうところは、これは2と4を同時にナップサックに入れられませんってことを表してます。なんでかというと、重さが3たす3で、重さの和が6になるので、私がナップサックの重量制限を超えるからです。ですか。で、そこにはこの色がついてない。そういうふうに思ってください。で、重要な概念は何かっていうと、この色がついてない方に着目するっていうのが重要な概念です。それをですね、被覆と言ってます。被覆と言ってます。だから、何かというと、これ今、被覆って言ってるのは何かっていうと、後でちゃんと定義しますが、イメージは何かっていうと、この許容解でないような部分集合、アイテムの部分集合のことを被覆と言ってます。被覆と言ってます。で、ここでは、まあ、1、2、1、4、2、4、ダラダラダラと。まあ、全部忘れてこんな感じということになります。で、これが被覆です。で、被覆の中でも、この発生図において、一番下にあるもの、まあ、これちゃんと言うと、極小なものを持ってくると、それを極小被覆と言います。これ後でちゃんと定義します。なんかここで言うと、1、2、1、4、2、4、こんな感じです。これが、この、被覆の中で、下にあるもの、一番下にあるものを集めてきたもの。が、極小被覆全体の集合です。言葉1、2、1、4、2、4になります。で、
何かというと、この極小軸に注目するというのが、この二つ目のモデル化になります。で、どう思うかっていうと、1と2っていう二つのアイテムがあったら、これらは同時に入れられないわけです。だから、1と2っていう、アイテムに対しては、二つ、この二つを同時に入れられません。つまり、入れられるとしても、たかだか一つですよっていう制約が必ず、許容会においては守られます。だから、それを表すために、この X1 プラス X2 は必ず1以下ですよ、という制約を考えるということにします。で、許容会は必ずこの制約に出すということになります。いいですか ?1、2っていう二つの、アイテムは同時に入れられないから。ね、ナプサックに。で、それは、ここに書いてある極小軸で言うと、14に対しても24に対してもなったします。だから、X1 プラス X4 も1以下でないといけないですし、X2 プラス X4 も1以下でないといけない。こういう感じになります。つまり、極小被覆があったら、その、まあ、要素数、今これ、どちら、どれもこれ、見たからちょっと、よろしくないですけども、まあ、極小被覆としては、要素数が3のものとか4のものとかっていうのも、まあ、一般的にはあり得ます。そうしたら、極小被覆があったら、その中の全ての商品を同時に詰め込められません。っていう制約をこんな形で不等式で書きます。っていう形でモデル化するというのが、二つ目のモデル化です。では、まず、被覆と極小被覆定義します。こんな感じです。アイテムの集合 S、まず部分集合ですね。S っていうのが被覆であるというのは何かっていうと、この、S に入っているアイテムを詰め込もうと思っても詰め込めないこと。だから、その、重さの和が B を超えていることとします。いいですか?で、被覆が極小被覆であるっていうのをどう定義するかっていうと、まず、極小被覆はそもそも被覆である必要があります。だから、重さを全部足すと B を超えるんだけども、一つその要素を取り除いたら、任意の要素を取り除いたら、それは許容解になる。つまり、その時に、この重さを足し合わせると、S-J の中に入っているアイテムの重さを全部足し合わせると、B に収まる、B 以下になる、つまりナプサックに収まりますよ、というような被覆のことを極小被覆と言います。いいですかね。で、これ先ほどの、言った、イメージをちゃんと、定義したものになります。よろしいですか?で、それでですね、この極小被覆を使って、モデル化をします。で、それはこれになります。今ですね、この花文字 C、これを極小被覆全体の集合だとします。先ほどですね、最大独立集合問題の時にこの C という、なんか同じ文字を使ってですね、極大クリック全体を表していたんだけども、ちょっとここでは、特徴比の全体を表すのに、こう C を使おうと思ってください。はい。で、どういう不等式を書いてるかというと、まずその変数は同じです、先ほどと。その、各アイテムに対して、それを、ナプサックに入れるか入れないかってことを選ぶための変数が XI としてあります。01変数です。で、目的関数も変わりません。で、制約で変わっていて何かというと、各極小被覆、ラージ S に対して、ラージ S に入っているアイテムの中で選ばれたものの総数、これが左辺ですね。選ばれたものの総数というのが、ラージ S の要素数以上であってはいけません。だから、ラージ S の要素数であってはいけませんってことを言うので、別に言い方すると、ラージ S の要素数低い1以下でなくてはいけない。だから、ラージ S の要素すべてを選ぶことはできないんだけども、まあ、それ以下でなくてはいけませんよ、ということを、書いてます。だから、先ほどの例で言うと、この場合は、この3つの、先ほど書いていた、不等式が、この部分の制約として現れるということになるわけです。でそうすると、許容解として、このピンクの部分だけが残ってきますよ、ということになります。で、これ本当かなってことになるんですけども、まあ、この例の場合は正しいんですが、これ一般的にそういうことが言えます。それは何かというと、今ですね、こう二つ、先ほど初めに書いた、ナプサック問題の01成績モデル。二つ目の方はその極小被覆を使ったものを作ったんですけども、これ本当にこの極小被覆を使ったものというのが、もともとのナプサック問題をちゃんと表現できているのかってことを確認するには、ちゃんとこの許容領域が一致するってことを、確認する必要があります。で、これはですね、本当に、成り立ちます。つまり、左の整数計画問題の許容解を持ってくると、それは右の問題の
制約を満たしますし、右の問題の境界を持ってくると、それは左の問題の制約を満たすということが言えます。で、これはそんなに自明ではないので、ちゃんとやってみましょうと。で、まあ、それをやることによって、この被覆の、定義がどんな感じだったかなってことも、まあ、思い出しながらやるということになります。ここまで流れはいいですか？すいません。だから今、二つモデルを作った気になっているんだけども、そもそも、ちゃんと許容領域が一致しているんだってことをまず言います。はい。じゃあ、まずですね、左の許容体が必ず右の制約を満たすってことを言います。そのために、その左の問題の許容体を持ってきます。で、何を調べればいいかっていうと、この、各極小被覆 S に対して、この不等式ですね。この不等式を本当に満たすんだってことを言います。言います。じゃあ、この任意の極小被覆持ってきましょう。ラージ S 持ってきましょうと。で、そうすると何がわかるかっていうと、今これ S 極小被覆ですから、つまり被覆でもあるので、S に入っている要素 I の重さ、WI を全て足すと、これは B を超えるわけです。被覆だから。いいですか？こうなってます。はい。ってことが何かっていうと、だから今、これを、ここに書いてある、待ってくださいね。なので、何がわかるかというと、まずですね、これは何を書いてるのかというと、まず、今ここに書かれている不等式はここに今、そのまま書きました。よろしいでしょうか？そのままです。で、ここに書いてある不等式、これは何かというと、これは、X が左の境界なので、ここに書いてあるこの制約ですね。これを満たすってことから、WIXI の N に関する和が B 以下だってことが言えます。いいですか？これはここですってことを使ってましたね。これを使ってここに行ってました。で、今 S は、ラージ N の、S はラージ N の部分集合で、XI とか、WI の値から全部これ0以上ですから、N を S に置き換えると、この方向の不等号が得られるという形になります。よろしいですか？という形で、この一連の不等式が現れて、つまり、この一番左に書かれているものは、一番右のもの未満であるということがわかります。いいでしょうか。で、そうすると、何がわかるかっていうと、今、この、これ、だから、何がわかったかっていうと、WIXI の I の中に入っているのが S なんだけども、これが I です。こうですね。WI。こんな形になってる。で、今ですね、ここに現れる XI の値ですね。これがですね、これが、もし全部1だったとすると、全部1、ちょっと待ってください。色変えますね。これが全部1だったとすると、これ全部1だったとすると、これですね。これが全部1だったとすると、ここイコールになっちゃうわけです。で、そうじゃないよって言ってるってことは何かっていうと、ある XI は0であるとわかります。ね。で、まあ、I っていう同じ文字を使うの嫌なので、ある J に対しては、この XJ は必ず0になるということがわかります。いいですか？ということがわかります。これが、その左の境界における、左の境界 X の持っている性質です。いいですか？ということは何なのかってことを考えます。でじゃあ、この時に、じゃあ、実際、じゃこれを見ましょうと。XI の I が S に入っているものは、を見ます。でそうすると何が言えるかっていうと、この XI の和を見るんだけども、今 S に入っている I に関して全部和を取るんだけども、そのうちの一つは必ず0になっていることが分かっているわけです。だから、この左辺は大きくても S の要素数マイナス1にしかならない。ということが分かるわけです。もしこれ全ての XI が1だったら、この S の要素数まで大きくなり得るんだけども、一つは0なので、マイナス1までしか大きくなれない。ということになります。で、この式というのは右側の制約になってますので、つまり左の許容解というのは右側の問題の制約を満たすということが分かったということになります。よろしいですか？で、これでこの左側の問題の許容解は右側の問題の許容解もあるということが分かったということになります。では逆にですね、右側の問題の許容解を持ってきたときにそれが左側の問題の許容解になるということを言いましょう。はい。だからまず右側の問題の許容解を持ってきます。はい。X ですね。で、その X に対して、この XI を1とするようなアイテムの集合を、この Large I と書くことにします。だから、これは、その、つまり、右側の問題において選ばれたアイテムの集合だと思ってください。で、それは、まあ、XI イコール1として、まあ、定義されていると。を満たす I として定義されている。
はい。で、証明したいのは、この X がここに書かれているこの不等式ですね。重みの和が B 以下であるということを、満たすことを言いたいと。で、じゃあ、そうじゃないと仮定して矛盾を導きましょう。だから、何かっていうと、これですね。これの規定なので、この不等号の向きが逆であるというふうに仮定します。で、今ですね、XI というのは、X っていうのはこの右の許容解ですね。なので、この、この部分の左側の和、これは、XI が1のところだけを、抜き出したのはこのラージ I なので、このスモール i がラージ i に入っているような wi の和と等しいという形になります。いいですか？ xi は0か1なんですけども、1になっているところだけ抜き出したのがラージ i なので、このような形で書けるということになります。で、まあ、つまり、一番それを書いたものですね。これを書いたものが、つまりのわけです。いいでしょうか？で、これは何を言ってたっていうと、i、このラージ i っていうのは、被覆ですってことを言ってます。起伏の定義は、その、中に入っているアイテムの重さを足したら B を超えてしまうってことでした。ですね。だから、このラージ I はこれ起伏になります。で、ラージ I 起伏なので、それを含む、それが含む極小被覆というのは必ず存在します。ですね。極小被覆っていうのは、なんだろうな。その要素、その中の要素、人間要素を取り除いたら、起伏じゃなくなるものが極小被覆でした。ので、まあ、I 自身が極小被覆だったら、この S として I を選べばいいんですけども、そうじゃなかったら、この I から順番にその、取り除いても良い要素を順番に取り除いていくと、最終的に極小被覆が得られます。で、それが I の分集合になっているということになるわけです。だから、ある極小被覆必ず存在して、まあ、それを S とすると、その S は、I に含まれると。ちょっと言い方聞いてくださいね。S って、I に含まれるような極小被覆 S というのが必ず存在します。はい。で、この S に着目しましょう。そうすると、右側の境界として X を持ってきているので、この S に対して、ここに書いてある制約が成り立ちます。でそれを書きますね。で、それがですね、ここですね。ここですね。ここですね。で、一方で、S というのは I の部分集合なので、この XI を、その I が S に入っているものの中で全部足すと、どうなるかっていうと、S は I の部分集合ですから、この XI これ全部1なわけです。この XI これ全部1です。S は I の部分集合で、I っていうのは、XI が1となっているような I ばっかり持ってきたものだから。そうすると、つまり、この和というのは、この和ですね。この和っていうのは、S の要素数分だけ1させてます。だから、これは S の要素数と等しいです。いいですか？そうすると、これ全体としては、S の要素数が、S の要素数マイナス1以下であるっていう不等式が得られたことになっています。で、これは成り立たないので、これ矛盾です。あ、この記号、これ矛盾の記号です。矛盾です。で、なんで矛盾かっていうと、だから、矛盾っていうことは、つまり、これ、初めの仮定が間違ってました、ということです。で、初めの仮定、つまり、これは、成り立ってなくて、これじゃないものが成り立つことになるので、すみません。つまり、これですね。この不等式が必ず成り立たなくちゃいけない、ということになって、右側の境界、必ず左の境界になります、ということがわかる、ということになります。よろしいですか？はい。でですね、で、このことで、この許容領域は等しいということが分かりました。だから、ま、ちゃんとこの右側のこの特殊因子を使った、この書き方っていうのをちゃんと、ナプサック問題のモデル化になっている。モデルになっているということが分かりました。はい。ではですね、じゃあ、この、モデルの比較として、また、変数の数と、制約の数を見てみましょうと。で、そうするとですね、こんな感じですね。変数の総数がどちらもこのアイテムの総数と等しいです。だから、L の要素数。ですね。で、一方で、じゃあこの不等式制約いくつあるかっていうと、これ左側、これはですね、一つだけです。この、入れると決めたアイテムの重さの和が、ナップサックの重量制限以下であるって、これ一つの制約だけ、不等式だけで、左側は書かれています。で、一方で右側はですね、これたくさんあります。ここに書いてあるこの、極小起伏の数だけ、不等式があるっていう形になっていると。で、まあ、これまた困るわけですね。この極小起伏の数わかんない。よくわかんない。ってことになりますけども、これもですね、まあ、なんだろう、いろんな、その組み合わせ論の知識を使うとですね、まあ、これぐらい大きくなりうるってことがわかります。で、これ何でしょうね。もうこれ読めないんですけども、N の要素数、チューズ、N の要素数割る2ぐらいですね。まあ、これぐらいまでしか大きくならない。
ていうことも分かりますし、まあ、これ、統合を目指す場合っていうのも存在するということが知られています。これは、ヒルナーの定理とかって言われてるものなんですけども、あっという言われてる局地組み合わせ論によって有名な定理があるんですけど、まあ、それを使うと簡単に分かるって感じになってます。なんかこれなんか、どっかに書いてあるかなって文献を探してたんですけども、正直のソース、どこにも書いてなくって、まあ、ちょっとこれ自分で導いてるんで、間違ってるとは思わないんですけども、まあ、もしかしたら間違ってるかもしれない。でも間違ってると思えないんで、これから多分正しいはず。まあ、こんな感じ。で、まあ、それを置いといて。何かっていうと、まあ、だからこれぐらいじゃ大きくならない。で、これはですね、N チューズ2分の N とかって言って、これがどんなものかよくわかんないんですけども、これスターリングの公式とか使って、まあ、全近的に評価すると、これは大体ですね、ルート N 分の2の N 乗ぐらいのオーダーになってる。ということがわかります。だから、これ非常に大きくなります。局所起伏の総数っていうのは。で、だから、これはやっぱり先ほどのですね、最大独立集合問題の時に拡大ピークを考えたと同じような形で、制約の数が膨大になって、まあ、困るってことにもなり、おります。し、そのさっきですね、最大独立集合問題の時はちゃんと言わなかったんですけども、そもそもですね、この問題を作るためにですね、この局所起伏っていうのを全部見つける必要があるわけです。で、これはそんなに、地味なものではないです。で、まあ、その部分の難しさもある。ので、まあ、いろいろとちょっと注意するべき点はあります。あります。では、まあ、一応その、モデル化としては正しいものなので、まあ、これ、障害してる感じ。という形で、まあ、一応、まあ、不等式制約の総数としては非常に大きくなり得る。だから、さっき、オーダーで言うと、オーダーで言うと、さっき言ったみたいに、今、ルート、N 分の2が N 乗ぐらいになり得ると。で、N っていうのは、IT のソースですね。ぐらいになり得るので、まあ、その意味ではあんまり良くないと。右側のこの局所起伏を使ったモデルとあんまり良くないという形になります。いいですか？まあ、そうであっても、先ほどのですね、最大独立集合問題の時のように、その線形計画緩和のですね、許容領域が小さかったら、まあ、嬉しいかなっていう気にもなるわけです。で、それ調べるんですけども、次に。線形計画緩和作ります。0以上1以下に置き換えます。で、じゃあこの2つの問題の許容領域の間の関係はどうでしょうか。先ほどみたいになんか方眼関係があったりすると嬉しいわけですね。だけども実はこれは方眼関係ありません。で、そういう例をちょっと作ってみました。これはですね、私が参考にしている本では演習問題になっていて、だからちょっと演習問題解いちゃったって感じですけど、また置いといて。こんな感じ、ちょっとこれ実例作りました。3つの商品があって、それぞれ重さが2、1、2と。で、今これ、許容領域だけ比較してますから、価値ですね、P の方はちょっと無視してます。で、重量制限 B を2とします。で、そうするとですね、局所起伏は1、2、1、3、2、3になります。だから、1つの商品は詰め込めるんだけども、2つ。詰め込もうと思ったらできない。で、そういうものになってます。そういう問題です。で、この左側の問題の許容領域と右側の問題の許容領域を書いたのが下の図です。で、今これ、アイテム3つだから3次元で書けます。これが良かったですね。で、書いてしまったと。で、これもう私の整理図能力が問われるんですけども、もう私ほぼこの図を書くのに、時間を費やしてるんですけども、置いといて。で、書きました。で、今左側の問題の許容領域これです。これピンクの部分です。こういう、トスタメンタになっています。で、右側の方も書くと、この、青い問題です。これで皆さん、これ確認できると思うので、これやってみてください。で、この二つの多面体の間に、これ、方眼関係ありません。まあ、これ、細かく、見ていくこともできるんだけども、これ実際にこれ、重ねて書くと、まあ、こんな感じになります。これ、わかりますかね？この重ねて書くのも大変だったんだけども、まあ、置いといて、こんな感じになります。で、そうすると、例えば、ここら辺のですね、この青い方、ところの、この頂点ですね。これはピンクに入っていません。戻りましょうか、ね。この点ですね。この点は、マイナス、2分の1、1、0っていう、これは、座標を持つ点なんですけども、これはですね、ここの制約、この不等式、x1 プラス x2 が1以下でなくてはいけないという制約を満たしません。これ、座標を足すと、これは、2分の3になるから。って形で、この点ですね。この点は、この青の、多面体に入っていない点になります。で、一方で、青の多面体の方の、この、とんがっているところ、ここ見ると、これは2分の1、2分の1、2分の1っていう点なんですが、これはですね、この不等式、2x1 プラス x2 プラス 2x3 が2以下っていう式を満たしません。
なんでかっていうと、この x1、x2、x3 に、ここに書いてある2分の1、2分の1を入れると、2かける2分の1プラス、2分の1プラス、2かける2分の1なんで、これは、2.2 プラス2分の1ですよね。だから、この2よりも2以下にならなくちゃいけないっていう正方をこれに出せません。だから、この青い、この点っていうのは、この、多面体、P の多面体の定義ではなくて、だから、方角関係がないと、いうことがわかるわけですね。で、まあ、実際重ねてみると、こんな感じの図になっているということになります。ということで、その、許容領域の方角関係、小ささ、大きさっていう意味で言うと、この二つというのは、まあ、そういう意味で比べられない、ということになってしまいます。この前にやった、独立、最大で独立集合問題の場合には、なんかたくさん、公式を使うとですね、共有領域狭くなって嬉しかったってことがあったんだけども、この無作問題の場合にはそういうことないということになって、まあ困るなっていうか、じゃあこの右側の方を考えるにあんまりないんじゃないかってことになって、まあだからそういうことを考えなくてもいいのかなっていう気にもなってくるというような流れになります。ここまでいいでしょうか。一応ですね、だからまあ比較結果書いてみると、不等式制約の総数で言うと左側の方が圧倒的に少ない。で、線形力学緩和の共有領域を見ていると、ここが立ってないということがわかるので、まあ、あんまりこう右側、この極小低く考えるモデル化っていうのは、あんまり考える意味がないんじゃないかなっていう気もしてくるわけですね。ただですね、まあ、そうは言っても、この極小低くを考える、モデル化っていうのを、まあ、考えることが実はあったりする。何かっていうと、今ですね、この2つのモデル化を、考えたんですけども、実はですね、これを組み合わすことができるわけです。この左側のこの1個しかない、この重量制限を表すような制約。で、右側のこの極小被覆から出てくる制約っていうのを、両方とも制約として組み込むような整数計画問題を作っても、これ構わないわけです。できます。で、そうすると何がいいかっていうと、この上に書いたこの2つの制約をこの下の問題は含んでますから、まあ、制約の数は多いんだけども、必ず、線形計画緩和の許容領域が必ず狭くなります。あ、必ず言っちゃいけない。方眼関係が必ず生まれます。つまり、これ下の問題の線形計画緩和の許容領域は、上の問題の線形計画緩和の許容領域に含まれます。これはその制約を増やしているから。という意味で、まあそういうものを考えることによって、うまく解いていこうっていうような考え方はあり得ます。あり得ます。でなおかつですね、このラージ C って、この極小被覆をどのように見つけたらいいかとか、いいかっていうことすら、難しいっていうふうに言ったんですけども、実はですね、アルゴリズム的には、この極小被覆をですね、適応的に追加しても良いということになります。何かっていうと、はじめは、この左上のモデル化から始めるんだけども、問題を解いていく最中で、この青い制約を追加していきましょう。で、追加すると何が嬉しいことがあるのかっていうことは、この第10回の講義でお話になるんですけども、まあそういうふうな意味で極小被覆を使うっていうような方向性もあります。そういう意味で、この極小被覆っていうのが、何でもかんでも意味がないっていうわけではないってことは、ちょっと、ここで、強調しておきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい。ではですね、ここまでが、一応、前回の残りになって、残りになったので、まあ、ここで前回の残りは終わりで、ここから、今回の話を進めていこうと思うんですけども、まあ、多分これ、休憩を取らなくちゃいけない時間なので、じゃあ3分ぐらい休憩を取りたいと思います。じゃあ今から時計出しまして、じゃあ3分休憩をして、その後、今日の内容に入っていきます。
はい。では、再開します。再開する方法が。はい。でですね、今からやっていくのはですね、より複雑な問題の整数計画モデルの例として、巡回整数盤問題とディバッキング問題。これも初回にどういう問題だったかってことをご紹介したんですけど、これをやっていきたいと思います。ただ、時間的にディバッキング問題今日できないかもしれませんので、まあ、もし、できなかったら、またちょっと次回に持ち越す形になります。で、まずじゃあ、巡回整数盤問題からやっていきます。はい。そうですね。じゃあ、まずこの巡回整数盤問題の整数計画モデルの話をしていきたいと思います。で、巡回整数盤問題どういう問題だったかってことを復習するとこんな感じです。復習するとか言ってくれると全然定義は何もしませんね。まあ、これはそのアメリカ49都市インスタンス、ダンチク、ファルカーソン、ジョンソンの古い論文に、で、初めて解かれたものなんですけども、まあ、まあ、こういうような問題です。この都市をですね、訪問するんですけども、その各都市はちょうど1ヶ月訪問されると。で、その時にこの訪問するというのはこの距離の和を最小化するっていう、そういうような問題です。じゃあ、まあ、そう思って、まずちょっと問題のちゃんと定義をしましょうと。都市の集合が与えられます。で、ちょっとこの都市の集合を都合上、ラージ V とします。で、都市が N 個あるというふうに思ってください。で、1から N っていうふうに都市の名前を付けておきます。これは別に1から N という。で、2都市間、IJ の間に距離がある。DIJ と決まっているとします。まあ、これ0以上の実数だとします。で、いろんな実は、設定があるんですけども、この DIJ と DJI、だからですね、この I から J、I からですね、J に行くんですけども、この I から J に、ちょっと書けない、ちゃんと。I から、書けたい。I から J に行く方向の距離と、J から I に行く方向の距離が、同じでなくてはならない場合と、そうでなくてもいい場合で、一応なんか名前を付けてる場合があります。で、まあ、同じでなくてはならない場合は、その対象が巡回整数盤問題と言ったりします。で、同じでなくても良いものを非対称と言ったりします。で、非対称っていう日本語は対象ではないっていう日本語であるはずなんだけども、これは対象ではないってことを、この定義では意味してなくて、対象でなくても良いことを非対称と言います。で、これは数学ではよくあって、何々あらずと言っときながら、何々あってもよいっていうことがよくあるんですけども、まあ、それはそういうものだと思ってください。だからその制約がないもののことを言ってます。だからまあ気分としてはこんな感じで、対称な巡回整数盤問題に対応する入力を、非対称な巡回整数盤問題に対応する入力っていうのは含んでいるというふうに思ってください。だから非対称っていうのは対称ではない、ではない。これ注意をしてください。はい。あ、で、ちなみに、巡回整数盤問題は英語でトラベリング整数盤プロブレムって言ったりするんで、略称で TSP と、TSP と呼んだりすることがあります。はい。で、これ入力で、許容解は何かっていうと、まあ、都市を順番に訪れるので、それを表す、ま、時間だと思ってもらって構わないです。で、それ今、パイプが書いてます。だから今、例えばこれ、1、3、5、6、4、2という順番で、あと訪れるんだったら、それを1、3、5、6、1、3、5、6、4、2という順番で、この1、2、3、4、5、6っていうのを並び替えてるというふうに、ま、思ってもらうと。だから痴漢っていうのはこれ前端者って言うんです。だからそういうようなその、ちょっと痴漢を見つけましょうっていう、まあこういう問題だと思ってます。構わない。ということになります。だから痴漢だったら何でもいい。で、その時に、どのようにその目的を、設定するのかっていうと、これは次のような最小化です。だからこれはこの図で書いてる、この矢印の長さの和を最小化するってことの意味になっていて、まあこの例だと13355664421なので、まあそれらの和を最小化するという形になります。まあ式で何とか法則こんな感じになって、πi と πi プラス1。だからこの部分の差ですね。距離、この部分の距離が、ここに出てきています。で、その和ですね。で、最後この右から1に戻るところが、この最後の和と、最後の部分の、足し算で出てきているというふうに思ってください。いいでしょうか。で、この量を最小化するっていうような問題になっています。で、これで、まあ、このぐるっと一周回ってきて、たどった距離の和の最小化を表しているということになります。いいでしょうか。早いかな。いいですかね。で、まあ、一応、全部、まとめるとこんな感じですね。入力がありまして、許容解は痴漢であると。で、ここに書いてある、そのぐるっと回ってきた時の距離の和を最小化する。ということになります。で、この距離の性質によって、対称な巡回整数盤問題というのと、非対称な巡回整数盤問題があるという形になります。よろしいでしょうか。
で、まあ、こんな形で循環生産問題を書くことが多いんですけども、整数計画問題としてこれ今からモデル化したいっていうのが今からやりたいことです。目標ですね。整数計画問題として書き表す。で、そのためには、毎回同じですけども、変数と制約の目的関数っていうのをちゃんと定めてあげないといけない。ということになります。で、それをやりましょう。で、そのためにですね、その順列を表すっていうのは実はですね、なかなか難しいんですね。で、その順列を表すっていうのは難しいので、この循環生産問題を順列を、とか、置換を見つける問題とみなさずに、これをグラフの問題とみなすってことが非常によくあります。で、そうすると、モデル化しやすくなることがあるので、そういうふうにします。で、それを考えてみます。で、どうするかっていうと、今ですね、この、都市がたくさんあるんですけども、それを、各都市が頂点になるようなグラフを考えます。で、これ今、有効グラフを考えます。有効グラフ。で、どの二つの頂点間にも両向きに、辺がある。あ、で、この、一応この向きがある辺のことを、ここでは個と呼ぶことにします。で、この個というのは、まあ、頂点を二つ選んできて、i, j と並べたものというふうに、まあ、数学的には書くんだけども、これは、この i, j っていう対は、i から j に向かって矢印1個が出ているというふうに解釈してください。で、その i と j が異なるようなすべての対について、この項を作ります。で、だからグラフで書くとこんな感じになる。こんな感じ。で、これを、まあ、入力だと思ってもらっても構わないというふうになります。で、その一周ぐるっと回るように、その経路を作るっていうのは、この中のその項をいくつか選ぶところになります。あ、だから、ここでその項を選ぶっていうこの選択が出てくるので、この選択をするっていう形になると、今までやってきたようなその01変数を使うっていう枠組みに乗ってくるので嬉しいわけです。すいません。で、ここではその、まあ、1、3、5、6、4、2というふうに、まあ、進むように、項を選んでるんですけども、で、その選んできた項というのが、すべての頂点を通る単一の経路になっているようにしてほしいということになります。まあ、そのような経路のことをハミルトン経路と言ったりすることもあるんですけども、まあ、ここではその、用語はどうでもいいです。すべての頂点を通る単一の経路を作りたいという問題になるわけです。で、そのような制約を書いてあげましょうということになります。あ、変数をまず設定して制約を書いてあげましょうという流れになります。で、どうするかというと、だからまずその項を選ぶことになるので、各項に対してそれを選ぶか選ばないかということを表す01変数をまず設定します。それをまずやります。各個 A に対して、この変数 XA っていうのを用意して、それは今考えているこの経路というのが、この個 A を通るか通らないかで1か0っていうのを割り当てるようにするということになります。例えば先ほどの例で言うと、1から3に向かっている個には、個をこれ使うごとに1、3を1にしましょうということになります。ですか。で、2から1に向かっている個を使ってますから、X2、1は1と。こういう形ですね。だけども、1から2に向かう項は使っていないので、X12 が0になります。あ、今ちょっとね、インターネット接続が不安定になってるんですけども、大丈夫ですかね。はい、そんな形で、1から2には、項は、その項は使われていないので、X12 は0になる。こういう形になります。いいでしょうか。で、こんな形で、変数を設定すると。だから、今までと同じように、この01変数で選択を表すっていう、テクニックがここでも使われているということになります。いいですか。これは非常に有用です。で、あとは、このようにして変数を選ぶんだけども、これでうまくその、経路ですね、この単一の経路を作るようにしたいわけです。で、その前にじゃあ、まず目的から言いましょう。選択された個の距離の和を最小化すればよいということになります。で、選択されるかどうかってことは、この XA という変数で決まるので、XA が1だったら、その個の距離、DA を足しましょうという形で、この DAXA の和を最小化すればよいという形で、目的関数かけます。いいですか？で、これは目的になります。目的関数になります。で、あとは制約を書けばよい。で、制約はこのようにちゃんとこの一つの単一のこの併用になるように、うまく辺を選びたい、項を選びたいということをこう書きたいわけです。で、そうすると、例えばですね、この1っていう頂点にいると、そのぐるっと回ってくるわけだから、必ず一つだけ個が入ってきていて、一つだけ個が出ていっているという、こういうような状況になっています。で、これはですね、どの頂点を見ても同じです。5っていうのを見ても、一つ必ず出ていっていて、一つ必ず入っている。だから、どの頂点を見ても、必ず一つは入ってきています。一つは出ていってます。ってことを、まず制約で書きます。どうするか。
じゃあまずそれ、その出ていってる方から言うんですけど、まあ、それはよくこの出て数制約と言ったりします。どういうことかっていうと、各頂点 i について、例えばこの i を1とするここですね、について、この xij の和を取ります。で、この j は i 以外の頂点全てに関して考えます。だから何かっていうと、この i っていう頂点があったら、i から出ていっている辺を、こう全部考えるわけです。で、それに対応する変数が、こう書いてある xij です。いいですか？で、その中の、この、i から出てる、この、この中の、ちょうど一つだけ選びますよ、ということを書くわけです。で、それがこのイコール値です。いいですか？もちろん言うと、この xij で、これ、i の方がこれ、これ、視点ですから、i から出ていっている、個。で、j は全部考えると。だから、この、左辺は、この i から出る個の総数になっています。で、それがちゃんと1じゃなくてはいけませんよ、ということをここで強制しています。いいですか？で、別の書き方としては、ここにあるんですけども、このなんかデルタプラスっていうなんか記号を使って、このデルタプラス i と書いたら、i を視点とする個の集合が、まあ、ここで見えているような、この個の集合ですね。これをデルタプラス i と書いて、それに入っている a に関して xa をその全て和を取るっていう書き方をすることもあります。でもこれはその、これ書いてる左辺の量っていうのは同じものを指してます。同じものを指してます。ので、まあこう書くこともあるというぐらいの、まあ意味合いです。で、これはこの出る方を言ってるんですけど、同じように入る方についても同じような制約があるわけです。で、それは入り字数制約と言ったりします。ですね。これ書いてあるのは、すべての i に対して ji って形の項を考えます。だから、i っていうのがあったら、そこに入ってくる項を考える。で、こっちの、この、視点の方がこう j になっている。こういうふうに思ってください。で、そのような j をすべて考える。じゃあ、i 以外の頂点すべてに対して、すべてに対して、それ j と置いて、この xji の和を考えます。で、それはこの i に入ってきている個の総数になります。この左辺がね。で、それは1じゃなくてはいけない。っていうのが、この入り字数制約です。そのぐるっと一周するためには、どの頂点を見ても、入るこの数がちょうど1じゃなくちゃいけない。出る方もちょうど1じゃなくちゃいけない。ってことを今、この2つのセラで書きました。ですかね。まあ別の書き方として、先ほどそのデルタプラスっていうのを使ったのと同じように、この終点とするこの集合のことをデルタマイナスで書くことがあります。まあこれは上の式の別表現で、まあ意味は同じなので、まあどちらでもいいですということになりますけども、まあ一応ご紹介します。で、今、その、出字数制約っていうのと入り字数制約っていうのを紹介しました。で、まあ、これで、こう並べてあげれば、01整数計画モデルできたかなって、まあ、気になるわけですね。ただ、実はこれは正しくないです。だから今言ったのは何かっていうと、先ほど定義した目的関数と、今言った制約、出字数制約と入り字数制約。あと、まあ、01と当てしか取りませんよって制約を書いたんだけど、これでは実は正しい、01整数計画モデルにはなっていません。で、なんでそうと考えるんですよ。そうすると何かっていうと、この制約を満たすような個の選び方をしても、単一の経路にならない場合があるからです。どういう場合かっていうと、まあ、こんなことがあります。こんなこと。何かっていうと、これは、どの頂点を見ても、ちょうど一つ入ってる、ちょうど一つ出ているっていうような制約が満たしてあるわけです。ただ、このような個の選び方っていうのは、この出字数制約と入り字数制約をこれ全部満たしています。満たしているんだけども、このような、この選び方をされてしまうと、すべての、都市を順番に回っていくことができなくなります。できなくなります。つまりその単一の経路であると、その単一であるっていうところが、満たされないわけです。で、困るわけです。で、困るんで、どうするかっていうと、この、できる、だから今、この場合、その経路は2つあるからいけないんですよね。だから経路の数は1つであってほしいわけです。で、こういう状況は起きないような制約を付け加えます。でそれで、この01整数計画モデルを作るってことをします。話の流れはいいでしょうか。だから、出字数制約と入り字数制約だけでは、足りなくて、今からもう一つ、もう一つの種類の制約を付け加えます。で、それが何かというと、こんな感じの制約で、これがややこしいんですが、これを説明します。で、これはよくその部分巡回路の除去制約と呼ばれたりします。サブトワイリミネーションコンストリートと呼ばれたりするんですけども、これが重要なので、これをちゃんと説明しようと思います。で、何をするか。今ですね、こういうふうにその、都市の集合があるんですけども、都市の集合の一部分を取ってきます。この1、2、3。
で、それは今この S、ラージ S というふうに呼んでると思ってください。だからラージ S は、都市の部分集合で全体集合か空集合じゃないものを取ってきます。で、まあ、それをここではちょっと、いいかどうかわからないんですけども、こんな形で書いてます。2の V 乗って、これは V の歴集合ですね。だからその V の部分集合を全部集めた集合なんですけども、そこから、まあ、空集合と全体集合 V を取り除いたものを考えて、そこから S を取っています。だから S というのは、V の部分集合で空集合でも V でもないものだと思ってください。書こうかな。S っていうのは、V の部分集合で、集合で、空集合でも V でもないものです。で、そういうものを全部考えます。で、まあ今ここでは一つそれを123としています。S を123としています。で、そのような S に対してここに書いてあるような制約、不等式を考えます。で、これが部分巡回路受動制約と呼ばれているものです。で、何かというと、今ですね、じゃあまず、言います。この左辺は何でしょう。これ何かというと、i を、まずこの s の要素から選んでいきます。で、j は i 以外で s の要素です。だから何かというと、この、で、それに対してこの xij を全部足します。これ何かというと、この s の中で使われている個に関して全部この、この i、だからそうだろう。この ij は、この s の中で使われている個を指します。だから今この123っていうのをラージ S として取ってきたら、ここに書かれている和というのは、この123という3つの頂点の中に貼られている項を全部考えて、それに関する X を足したものです。こんな感じです。X12、X13、X21、X23、X31、X32 って感じの形で、本来この123っていう頂点3つの間には、1から2、1から3、2から1、2から3、3から1、3から2って、これ6個変が、あれ6個個があるわけですけども、その個に対応、1個1個の個に対応して、6個の変数の和を考えるということになります。で、今だから6個個があるんですけども、その中で、選ばれる個の数というのが、S の要素数低い1以下じゃないといけませんよって言ってます。これが制約です。で、実際に今、ここの個の選び方、これは、嬉しくない個の選び方。だからその単一の平和になっていないような個の選び方なんですけども、この場合には、ここに書いてある制約が満たされません。なぜか、この場合には、ここの123の中で選ばれている個が、133221です。だから133221で、この3つの個が選ばれ、3つの変数が1になっています。3つの変数1になっていて、あとの変数はこれ全部0です。だから今この左側のこの図のような状況が起きていると、この左辺ですね。この左辺の式。ちょっと待ってください。これは作られなかった。この左辺ですね。この量ですね。この量っていうのは、イコール3になります。で、これはとりも直さず、この S っていう頂点、あと都市の集合の要素数なわけです。で、これは、S の要素数低い1よりも大きいわけですね。で、S の要素数低い1っていうのはここの右辺です。だから何かっていうと、今この123っていうのが、の部分で、一つこの、経路ができてしまっているんですけども、そういうものがあると、ここに書いてあるように、この左辺の、ここに書いてある、使われているこの数というのが、S の要素数に等しくなってしまいます。そうすると、左辺は S の要素数に等しくって、それが S の要素数低い1以下でなくてはいけないんだけども、そうならないからいけませんってことになります。別に言うと、この制約を、強制することによって、123の部分だけをぐるっと回るような経路はできないということになります。いいですか？で、そうすると、必ず、この、なんだろう。だから123のところをぐるっと回るような、ぐるっと回るような経路は作られないので、必ず、例えば2から1、1から3に行ったら、3から次に進むところは2には行けなくって、2には行けなくって戻って、2には行けなくって、2には行けなくって、例えばまあ5に行くとかっていう風にしないといけないということになって、この1、2、3の部分の中では経路が閉じないということが言えます。じゃあそういう場合どんな感じかっていうと、こんな感じですね。こんな感じになってます。ちょっと今、順番違いますけど、こんな感じになってます。で、そうすると、この場合は、この、123の中で使われている個の数が2なので、この量はこれ2になります。で、2になると、ここに書いてある制約に出されるという形になります。
で、この場合はですね、このまあ、1、6、5、4、3、2っていうふうに単一の平方になってるんですけども、どのようにこう S を選んでも、どのように S を選んでも、ちゃんとその中で使われているこの数が、その S の要素数式1以下になるということが満たされるわけです。いいですか？という形で、この制約を課すことによって単一の平方しか生まれないということが強制できます。よろしいでしょうか？わかりますかね？今言ったみたいに単一の平方になっていないとどこかにこう平方ができるわけです。その部分的に平方ができるわけです。で、その部分的にできている平方の符号をラージ S とすると、その部分でこの制約が満たされなくなるという形になります。ということで、必ず単一の平方がこれで選択できるということになります。ということで、正しい01整数計画モデルがこれで得られるということになります。もう一度言うと、デジ数制約、イリジ数制約と今言った部分、部分巡回路除去制約っていうものを合わせてあげると、正しい巡回整数版問題に対する01整数計画モデルができるという形になります。まあ、これは歴史があって、このダンチック、パルカーソン、ジョンソンの論文で初めて提案されたものと、まあ、本質的に同じものになっています。はい。よろしいでしょうか。で、またちょっと、ここで注意をすると、この今、部分巡回路除去制約っていうのをつけたんですけども、ここで考えるこの S の要素数っていうのが、これも、またこれ膨大なわけです。この V の部分集合をほぼ全て考えることをするので、これはだから、2の都市数上ぐらい大きくなり得るわけです。この S の選び方っていうのが。で、まあ、それ困るんですけども、これちょっと後で言うことですけども、それが困るとかになります。で、それは、実は、ちょっと、まあ、困るんですけども、後で言うようなことをして、解決するということになります。それは後で言います。で、今ですね、ここでやったのは、非対称巡回整数版問題です。ただ、その i から j に行く場合と j から i に行く場合の距離が、まあ、同じでなくても良い場合の話でした。で、同じであることを強制する場合、つまり対称巡回整数版問題の場合には、ここの書き方がもう少し単純になります。で、まあ、どう単純になるかっていうと、その場合には、まあ、考えるグラフを、その有効グラフじゃなくて、無効グラフにして良いことになります。でそうすると、この1から6に行くときの、まあ、距離と、6から1に行くときの距離っていうのを、まあ、これ区別しないということになります。だから例えば単一の平路っていうのを作るんだけども、これがですね、135642の順番にこう回るのと、124653の順番に回るのとでは、距離変わらないので、この向きは、無視して良いと。ということになって、その向きのことを考えなくてよくなるので、ちょっと、記述が簡単になります。で、まあ実際書いてみると、まあこんな感じになると。だから先ほどはそのイリジ数制約とデジ数制約というのを分けていたんだけども、これ分ける必要はなくって、どの都市においてもそこにから出ている辺の数がちょうど2ですよ、ということを、強制してあげられるということになります。で、同じように、まあ分平路、除去制約。さっき部分巡回路って言った気がするな。ちょっと名前が入れてますけども、部分平路除去制約、あるいは部分巡回路除去制約っていうのは同じような形で書けるということになります。という形で、まあ、対象の場合にも同じようなことができるということになります。はい。まあ、本質的には変わりません。よろしいでしょうか。はい。でですね、まあ、先ほど言った通り、このですね、今作ったこの巡回整数版問題の整数計画モデルは制約がたくさんあって困るわけですね。今日初めにやった、最大独立集合問題とか、ナプサク問題の場合にも、制約が膨大になるような、モデル化があって困ったなっていう話はしていたんですけども、まあ、その場合には、別のモデル化があって、それを使えば、制約膨大にならなかったから、まあ、それでいいかなって気もするわけですね。だけども、今この、巡回整数版問題、まあ、今これしか、紹介してないんですけども、このモデル解こうと思ったら、その制約膨大になるから、これ、だからそもそもこれ入力できない感じになってしまうと困るんですよね。だけども実際はですね、どうやってこれ解くかというと、もう制約をですね、アルゴリズムの実行中に適応的に追加していくってことでやります。で、これが、深いというかな、まあ、これをちゃんと、まあ、今後、授業の中でやっていくことになるわけですけども、だから何かっていうと、そのモデルとして見たときに、この制約がたくさんあって、困るな、っていうことはあるかもしれませんけども、それをですね、その、アルゴリズムを工夫することによって、解決するっていうような方法論があり得ます。
だからそのモデルだけを見て、あんまりそのいいか悪いかってことを見るのではなくって、そのアルゴリズムも込みでその良さっていうのを、まあ、測る必要は実は本当にあるんだよってことを、後の方の話で、明らかにしていくということになります。で、これは、まあ、第9回や第10回の、こう、切除経面法っていう話があるんですけども、まあ、そこの内容になっていきます。で、まあ、実際に、先ほど言った通り、このモデル化っていうのは、このダンチック、ファルカーソン、ジョンソンが提案しているんですけども、このモデル化と同時に、この切除経面法を使ってどう解くのかっていう話も、彼らは開発していて、実際に先ほど言ったような、その49都市の問題を、この54年っていうすごく古い時代にもすでに解いたということが、すごく大きな、アチーブメントだったわけです。ちょっと日本語がわかんない。大きなことを達成したことになったわけです。まあ、それを今後紹介していくということになります。ということで、まあ、巡回生産問題の一つ、このモデル化を紹介しました。で、ちょっと時間がないので、ここからは補足というか補足動画でやりたいんですけども、巡回生産問題の、モデル化としては、これ以外のものもあります。これ以外のものもあります。で、それをちょっと補足動画の方で紹介をしたいと思います。で、そちらの方ではどうするかっていうと、先ほど言っていた、はじめにその、部分巡回路除去制約っていうのを付け加える前、この部分ですね。で、この部分では、問題があるっていうふうに言ったんだけども、この問題の解決方法として違う方法を使います。で、それはどうするかっていうと、変数も増やすってことをします。変数も増やして、なおかつ、制約も増やすってことをします。で、そうすると実はですね、この、部分巡回路除去制約を増やすときには、指数関数的に、制約を増やす必要があったんだけども、その変数も増やして、なおかつ、制約も増やすっていう、あるその方法論を使うと、制約の数も、都市の数の多項式で収まって、変数の数も都市の数の多項式で収まるっていうようなモデル化ができます。けど、もうそれは使われないっていう話があります。で、ややこしいんですけども、まあ、それはちょっと今後の話とあんまり関係がないので、補足動画として、やることにして、今後、その、巡回生産問題解くって話はしていくんですけども、その時には、ここで、紹介した、このダンチック、ファルカーソン、ジョンソンのモデルを使っていくということにします。で、まあ、一応ちょっと、紹介すると、巡回生産問題はもうたくさん研究があるんですけども、だから、その補足動画の方では一つ別のモデル化を紹介しますけども、実は、巡回生産問題の、整数計画モデルっていうのはもうたくさん、紹介されて、提案されていて、例えば、まあ、この2009年とか2012年のこれサーベイ論文があって、まあ、そこでですね、いろいろなモデルの比較っていうのが実際に行われていますので、まあ、興味がある人は、ここら辺のことを見てもらっていいかなっていうふうに思います。本当にたくさんいます。多分、ここら辺では、10個かそれ以上のモデル化が、紹介されていて、その、ま、比較もされていたりするので、ぜひ、ま、興味がある人は、そこら辺見てみることにしてください。で、もう一つの、別の、モデル化については、補足動画の方で、扱うということになります。このスライドの後半に、それ書いてありますけども、それは補足動画の内容になるという形になります。では、今日の授業はこれで終わりにして、まだ、やり残しているビンパッキングの話については、次回、また、扱うことにして、願わくば次回で追いつくということを考えてますので、次回はそのビンパッキングの話ともう一つですね、これですね、利接計画という、またはっていうのを、まあ、表現したい場合っていうのはあるんですけども、それをどのようにやるのかって話をして、このモデル化、モデリングの話は終わりにしたいと思っています。はい、では今日の授業はこれで終わります。